こんにちは、ひだまりのまゆです。今日は独学で英会話を勉強する方法についてお伝えします。この動画は今ちょびっとだけ英語わかるけどまだ日常英会話にはほど遠いなという方に向けた動画です。私は全然ネイティブばりには喋れないんですけれども、この3年間で45カ国500名以上の外国人観光客の方を接客してきました。もちろん囲碁というものを日本の文化体験として打ち出したことによって外国人のお客様に来ていただいたというのはあるんですけれども、そこにやはり英会話というコミュニケーションがなければ、これだけの方にご来店はいただけなかったと思っています。もちろんこの3年間で何も努力をしなかったかっていうと実はしていなくてですね、日々の習慣の中で身につけていったというのが実際です。なのでこの3年間で私が、やってきた英会話、独学で英会話を、勉強する方法を今日はお伝えしたいと思います。それでは早速英会話を独学で身につけた3つの実践方法についてお伝えします。まず1つ目、1日15分の積み重ね。2つ目、洋画を見るときは日本語音声英語字幕。3つ目、外国人の友達を作ろう。以上3つとなります。1つずつ解説していきます。それでは1つ目、毎日15分の積み重ね。言語を学ぼうと考えたときにどうすれば効率的に伸ばしていけるのかなと思いました。そこで子供が言語を覚えていくプロセスってどんなものなのかなと考えたときに、やはり毎日日常的に使うっていうことが大きいのではないかと思いました。それで例えば毎日1時間頑張ろうってなると結構きついですよね。経営してると1時間何かに集中するっていうのをちょっと現状で難しいなと思いました。なのでじゃあせめて15分を積み重ね、15分だったらできるかな、積み重ねられるかなっていうふうに考えました。それで、私がおすすめしたい、勉強したのは NHK のラジオ英会話です。これは、分からない単語はほぼ出てこなくって、会話の組み立てですね、英語っていうのはすごくシステマティックな言語なんだよっていう、だからそのシステムを覚えれば、使えるようになりますよっていうことで、ヒアリング、リスニング、ライティング、この全ての要素が15分の中に組み立てられてるんですね。この番組っても長年やっているものなので、どんどんブラッシュアップされているっていうことじゃないですか。だからテキストとしてすごく、完成度が高いと言えるんですね。実際に私も1年10ヶ月続けてるんですけど、格段にこれをやって英語力がアップしたと思っています。でこれって1日月火水木金までのプログラムなんですけれども、土日に復習をすればいいと思っていて、その私の復習のやり方なんですけど、その毎日15分の後ろのところにこう自分で文章を作りましょうっていうコーナーがあって、実際に答え合わせをその場でしてくれるんですけど、翌日に、ラジオを聞く前にその文章をもう一回自分で書いたり口に出してみるんですね。で口に出せなかった場合はもう一回3回書いたりとか口に出してみたりっていうのを続けていくんですよ。じゃあ今のが月火だったとして、水曜日にまた月曜のできなかった問題をやってみます、できました、だったらもうそれはやらなくていいっていうような感じで日々、勉強しています。文章を組み立てると自分の言いたいことが伝えられるようになるんですね。どういうふうこういうことを伝えたいんだけどどういうふうに言えば分かんないっていうのが、その文章を組み立てるっていう作業の中で身についてくるので、これは非常におすすめです。でラジオ英会話がちょっと簡単すぎるなっていう方は、その上のランクの、遠山健さんの英会話学習っていうのがあるんですけど、それもすごくいいテキストだと思います。私はちょっと難しすぎたのでやってないんですけど、どちらかをおすすめします。1日15分って結構続けられそうな数字だと思いませんか？15分って言ったら、女性だったら髪を乾かしたりお化粧する時間で15分ぐらいなのかなと思いますね。男性はそうだな、ひげがある人はひげを剃ったりする時間は15分ぐらいかかるのかどうなのか分かんないんですけど、本当に15分ってわずかな時間だと思うんですよね。で今 NHK のラジオ英会話っていうのはストリーミングで聞くことができるので、そのオンタイムで朝6時45分とかに起きなくても、1週ずれちゃいはするんですけど、翌週いつでも聞くことができます。
なので私はストリーミングを使って翌週1週遅れで聞いて、毎日実践しています。毎日やることが、まあ、近道だと思います。例えば1週間に1時間やるのと毎日15分やるのってこう気持ち的な負担も違うじゃないですか。なので、毎日15分を積み重ねて忘れないようにしていくっていうのが大切です。2つ目、洋画を見るときは英語字幕で日本語音声。これは実は目から鱗だったんですけど、トルコ航空だったかな、ヨーロッパから日本に帰国するときに、まあ、映画を見てたんですよね。で大概洋画を見るんですけど、その時、ちょっと映画の名前忘れちゃったんですけど、なんか見たい邦画があったんですよ。でその邦画を見たら、まあ、日本語音声だったんですけど、英語の字幕がついちゃってたんですよね。でそれ字幕を消すことができなくって、そのまま見てたんですけど、新しい発想で日本語の言い回しをこういう風な英語を使うんだっていうことに気がつきました。それが、まあ、その映画を見ながら私だったらこういう英語使うなっていう風に想像しながら見てたんですけど、全然違うフレーズがなんか出てきたんですよね。あ、これって面白いなと思って、それ以来結構洋画は、日本語音声英語字幕で見るようになりました。今おすすめするのがネットフリックスで、ネットフリックスは海外ドラマとか、まあ、洋画もたくさんあるんですけれども、英語の字幕を出すことができます。なので私はこう休みの日とか映画を見るのが好きなんですけれども、映画を見るときは日本語の音声で英語字幕で、こうちょっと気になるフレーズがあったら、まあ、その辺にあるメモでこうメモして、あ、なんかこれ使えるなとか、お客さんにこんな風に言い回ししてみるといいかもしれないなっていう風に勉強しています。3つ目、外国人の友達を作ろうです。これはですね、モチベーションアップに非常に大事ですね。その 1,2 って勉強する方法をお伝えしたんですけど、3つ目結構大事で、要は実践する場所がなければ、その自分の英語力が上がってるかどうかって全然わかんないんですよね。なので海外にお友達がいる方は、まあ、スカイプとかズームを使って1週間に1回でも1時間ぐらいかな話してみたりするといいと思うんですけど、そんな機会ないですよっていう方は、概要欄にリンクも貼るんですけど、カウチサーフィンっていうのとミートアップっていう、まあ、外国人の人が集まるサイトがあるので、それを利用して積極的に外国人の方と関わる機会を作るといいと思います。私の場合はこの毎日学んだ英語をすぐに職場で使えるっていう、まあ、すごく恵まれた環境にいたので、こう英語力が格段にアップしていったと思っています。今でもその外国人観光客の方で帰っちゃった人とでも、まあ、スカイプで話したりとか、その囲碁対局、ウェブ上で囲碁対局しながら、そのスカイプとかズームをつないで、なんか最近どうなのって言いながら囲碁を打ったりしています。だから今の私の英語力はあんまり下がってないっていうのは、そういうところにあると考えています。なので実践する場所は必ず作った方がいいです。その自分のモチベーションアップもそうですし、その実践して、あ、ここ間違ってたなっていう振り返りをするのにも、やはり直接外国人の方と会話をするっていうのはとても大切なことです。英語を独学で身につける方法3つについてお話ししました。私が実は英語を勉強し始めたのって10年ぐらい前だったと思うんですけど、東日本大震災があった時に、日本人ってみんな死んじゃうんじゃないかなっていう危機感を覚えました。でその時、まあ、OL をやりながら DJ をやってたんですけど、もし今死んじゃったら何を一番後悔するかなって考えました。でその時後悔するなと思ったことは、自分がやっている音楽を、その本場イギリスとかオランダとか、まあ、ヨーロッパの音楽なんですけど、ヨーロッパで好きなアーティストを生で見れなかったことを後悔するなと思いました。そう気がついた時に、もうすぐに実はチケットを取ってですね、英語も喋れない状況で、イギリスへの滞在時間48時間、フライトの時間が往復で54時間っていう、まあ、無謀な旅行をしました。で実はその2日間の中で、DJ をする機会を得ました。その私の好きなアーティストが出演していたイベントではなくって、そのイベントの前のプリパーティーっていう、まあ、
何ですかね、前座みたいなもんですかね。そのパーティーに、もう無理を言って出させてもらいました。でその広告が出た時に私の好きなアーティストが、まあ、連絡をしてくれたんですね。あなた、実は Facebook で以前にメッセージを送っていたんですけど1年半ぐらい、まあ、無視されてたんですね。そりゃそうですね、ファンが多いから。だけどその1年半越しでその私がそこのイギリスのプリパーティーに出るよっていう、まあ、チラシが出た時に本当に来るのイギリスまでって言ってくれたんですね。でせっかく来るなら、まあ、お話しようねみたいな感じで返してくれました。でまあ最低限あなたの音楽は好きですよぐらいは伝えたいわけですよね。でまあ話したいことをちゃんと翻訳機を使ってメモして持ってってたんですけど、まあもっと話したかったっていうのが正直なところでした。もうね、短いたった2泊でそのアーティストを見るためだけに行ってアーティストに会えて話す機会も得たけど全然喋れなかったんですよね。相手が言ってることも分かんないし、私はメモしてきたことを伝えたけど質問されたことに答えることができなくて悔しい思いをしました。それから英語を勉強しようと思って今日お伝えしたような勉強法である程度やってきました。なのでもともと喋れたから日だまりができたとしても、まあ、ある程度会話できたっていうのはあったんですけど、まあ何ですかね、そんなに堪能ではないわけですよ。だからもっとお客さんにこのお店の良さとか、まあ囲碁の良さを伝えるためにはもっと喋れなきゃいけないし、相手がなんで日本に来たかとかなぜ英語に興味を持ったかっていうのを知れるぐらいの英語力は必要だなと思うようになりました。それで、今まあ何ですかね、堪能ではないけどある程度喋れるっていう経緯に至ります。まあ英会話やりたいっていう方は私みたいになんかなんだろうな、ただかっこいいだけじゃなくてこういった理由があるから喋りたいっていう思いを持った人は多いと思います。なのでぜひそれに近づけるように頑張ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。